皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、アラフラを加えるなのアスカカマイフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はリフトとプレスを使ったアロハのハンドモーションについて説明します。アロハのハンドモーションをさらに柔らかく滑らかに作りたいと思った場合、リフトとプレスを利用するとうまくいきます。今回はそれについて詳しく説明していきます。8拍で作るアロハのまず基本形から説明していきますね。基本形はまず斜め、1拍目は斜めです。2拍目で移動して3拍目で正面、4拍目で折り始めて5拍目で胸、6拍目で前に出して7拍目で元の斜めに戻る、このような形になります。ではそこにプレスとリフトを入れていきます。まず斜めに手を構えた時にここにで肘を折ってリフトの形を作ります。リフトの状態で手を正面まで持ってきたら3拍目ここでプレスに入ります。プレスで4拍目手を折るときにリフトの状態で折ってきて、まあ、重ねますね。で5拍目で手の向きをプレスに変えて胸まで、で6拍目でリフトの状態で前に出す、で7拍目で手をほどく、このような形になります。では横向きに行きますね。カウントできたいと思います。1、2、3、4、5、6、7。一番難しいのは4、5、6拍目あたりだと思います。ですのでその練習法を説明しますね。で、分かりやすいように横を向きます。で構えて、胸に持ってくるときにこのプレスの手ですから指先がこう外側、手首が外折れ状態になっている、この状態ですね。でそれで押してきます。で前に持ってくるときにはリフトの手なので手首が内折れ状態、このような状態で動かせるようになることが大切です。このようにアロハのハンドモーションにリフトとプレスを取り入れるととても滑らかになります。で特に4、5、6拍目あたりが難しいと思うのでそこだけ取り出して練習されると練習が進みやすいかなと思います。ぜひやってみてくださいね。今日はアロハのハンドモーションにリフトとプレスを取り入れる方法について説明しました。ポイントはアロハのハンドモーションはリフトとプレスを繰り返し持ちながら4、5、6拍目を特に練習するとうまくいくです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。